Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love Nagoya。 私も大好きラブ名古屋なここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。11月は明るい選挙協調月間です。名古屋市では毎年11月を明るい選挙協調月間として市民の皆様に寄付禁止などの選挙の大切なルールを呼びかけています。私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を実現するために一人でも多くの有権者が投票に参加すること、そして選挙が行われる時だけでなく日頃からの心がけが大切です。政治家は有権者に寄付を送らない、有権者は政治家に寄付を求めない、政治家から有権者への寄付は受け取らない、この送らない求めない受け取らないという三内運動のルールを守って明るい選挙を心がけましょう。詳しくは名古屋市の公式ウェブサイトをご覧いただくか選挙管理委員会事務局電話 052-972-3316 052-972-3316 までお問い合わせください。 Next。 続いて災害ボランティアコーディネーター養成講座のお知らせです。名古屋市では災害が起こった際全国から集まるボランティアの受付整理を行い、被災者のニーズを把握してボランティアと結びつける役割を担う災害ボランティアコーディネーターを養成しています。災害時の役割、平常時の活動を共に考えて学び、地域の防災力を高めましょう。養成講座日程は12月14日土曜、15日日曜、12月22日日曜の3日間。会場は熱田区にある名古屋学院大学名古屋キャンパス大宝。対象は市内在住、在勤、在学の3日間通して受講可能な方で、定員は50名です。受講料は無料、応募者多数の場合は抽選となります。申し込み方法、講座内容など詳しくは名古屋ボランポナビと検索していただくか名古屋市市民活動推進センター電話 052-228-8039 052-228-8039 までお問い合わせください。名古屋シティI love 名古屋。 名古屋 City Information。 ではここで名古屋市プレミアム付き商品券申請期限延長のお知らせです。名古屋市で発行している名古屋市プレミアム付き商品券の申請期限が12月14日土曜まで延長されました。このプレミアム付き商品券は市内在住で市民税が課税されていない方が申請するとご購入いただけるものです。1冊5000円分の商品券を4000円で購入でき、最大で5冊2万5000円分を2万円で購入できるとてもお得なものとなっています。幅広いお店で利用が可能ですので申請がお済みでない方はぜひ申請ください。申請の締め切りは12月14日土曜、当日消印有効。申請手続き、商品券の購入、使用場所など詳しくは名古屋市プレミアム付き商品券で検索していただくか名古屋市プレミアム付き商品券市民コールセンター電話 050-3085-6824 050-3085-6824 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。YouTube やラジオクラウドにもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。